小山遊園地スケートセンター場内が暗転いたしました。今日のメインイベントがこれから始まります。まず青コーナー国門島の入場だ。ご覧ください、いつもの名キャップ、国門島投手ブル中野。時間も不気味な雰囲気で今ゆっくりと花道を通ってリングに向かっております。脇に湧いておりました小山遊園地スケートセンター、シーンと質問に帰りました。不気味な音楽が高くなり響いております。今放送席の横、ひろっと今放送席を一列にいたしました。この中にあります、皆川さん、何か放送席を睨んでましたですよ今。はい、阿部史郎からひょっとしたら今日の稲川さんの態度が伝えて報告されてるかもわかりませんよ。食べづらい、驚かない、もう嫌な気持ちで稲川さんの顔つきが違うんですよ。そしてその後ろにダイナマイトジャックが控えております。場内に照明がつきました。音楽が変わってこれから堀田由美子、西脇光子、ファイヤージェッツの入場であります。ファイヤージェッツとしてもこのタッグリーグザベスト88は今一つの成績で、宮本さん、この一戦負けたようなことがありますとひょっとしたら優勝候補と言われていた谷さんですけども、脱落と言われても仕方がありませんね。はい、上位陣はね、あー、宮本さんの話を聞いていた谷に今なんとブル中野が放送席を吸収であります。そして今ファイヤージェットの2人を背負いました。おっとっとっと、西脇光子は捕まっている、ブル中野に捕まっている。そして今堀田由美子も捕まった。西脇がやられた、すごい場外乱闘になった、すごい場外乱闘になった。これはダンプ松本以上であります。ダンプ松本以上の場外乱闘が展開されております。おっとどうしたか、あーっとやった。稲川さん、稲川さん、堀田由美子もやられました。おっとどうやら、どうやら阿部史郎がすごかった、すごかった、やったった。稲川さん生きてますか、稲川さん生きてますか。大丈夫、テープ投げないでください、テープ投げないでください。おっとまだまだ阿部史郎がやっております。稲川さんも何か逃げてます。テープ投げないでください、テープ投げないでください。怖いよ、マイクロフォンがね。稲川さん、はい、のマイクとりあえず、はいはい、さなえちゃんはいますか、さなえちゃん、さなえちゃん、ああ、そうそう、後ろにいた方がいいよ、後ろに、稲川さんの後ろに。稲川さん、マイクは大丈夫かな。いやー、何か宮本さんにね、解説をお願いしている途中だったんですけども、何を質問したのか忘れちゃいましたよ。いやー、なんかもうね、ヌンチャクが飛んできましたね、はい、はいはい、いや、驚きましたね、驚きましたね。今までね、あのプロの中のダイナマイトジャック、国門島はですね、悪いことはしても何か有権で放送席を相手の迫力ある攻撃をしたのは初めてですか。初めてですね、今まで来ませんでしたから。僕もね、びっくりしましたね。稲川さん、今までね、ブル中野は放送席をね、一度も空いた形で吸収してないの。稲川さんが今日来て阿部史郎を挑発したからこういうことになったんですよ。まずいですよ。え、怖かった今日、ね、まだ大変なことになりましたね。さあ、この試合はタックリーグザベスト88公式リーグ戦でやります。今日は堀田由美子、西脇光子対ブル中野ダイナマイトジャック。あ、そうだ、宮本さんにさっき聞いてたのは、西脇光子と堀田由美子が今日負けるようなこともあるとちょっと優勝戦線から完全に脱落と、こういう風に言ってもいいんじゃないでしょうかと、こういう質問じゃなかったですかね。はい、そうです、ええ、まあ、ファイヤージェットですけどもね、はい、まあ、上位陣にはね、引き分け、はいはい、勝ってるんですよね、しかし、下位のね、ハイグループの取りこぼしがね、
あるんですよね。山田敏夫と豊田に負けたんですかね、はいはい、まあ、油断負けといったところがあるんですけども、はいはい、やはり、それだけやっぱちょっと安定度が欠けるという、うん、ところでしょうね。そうですね、はい、さあ今日はどうしても負けるだけにはいきません。石原さん、稲川さん の、 あのマイクロフォンは依然としてダメみたいですね。どうぞ、今度は入ってるかな。あ、今度はそのマイクロフォンはいいみたいですよ。はい、思っても見なかったブル中野、そしてダイナマイトダックの放送席吸収がありました。マイクロフォンがやられてしまいました。さあリング上どういった形で試合が始まったのか私もはっきりと見届けてはおりませんが、とにかく30分日本勝負、試合が始まっております。塩野さん、はいはい、さっきの話ですがね、はい、やっぱりファイヤージェッツはあの山田豊田チームにね、岸田黒星が痛いなってこと言ってましたね。試合前に負けたんですね、はい、絶対負けるはずがないと思ってたんだろう、負けてしまって、はい、非常にあの星が痛いと言ってましたね。そうですよね。でもまだまだね、本人たちは挽回可能だと思ってますんでね、今日の強敵を絶対倒すなという ね気持ちで言ったんですが、はい、ちょっと最初からねこれじゃ参っちゃいますね。いや、あの三宅君のところに行ってくれたらよかったんですけど、いきなりあの放送席のね、ゲストのところに来られましたんでね、どういう風に試合が始まったのか僕は見てなかった。多分稲川さんに挨拶に行ったんじゃないかと思いますね。挨拶にしてはちょっとね、怖すぎますよ。投手としてね、投手として初めてね、稲川さんが来てくれたんで怖い怖い、その投手になりましたという挨拶に行ったんじゃないかと思います。昨日の夜あたりダンプ松本から電話がね、ブルナカのところに入ってたのかも分かりませんよ。いや、バカ言っちゃいけませんよ。いや、あれ、するかと思います。もうあの涙出してますね、稲川さん。いや、これ息が止まる、息が止まったんですよ。それからね、放送席の近くに阿部志郎がいますから気をつけてくださいよ。阿部志郎睨んでますから。あっと、今度はカメラマンに対しまして拮抗撃の阿部志郎であります。塩野さん、はいはい、あのね、あのブルナカの選手ですけどもね、あの城ヶ崎与之内早苗さんはね、はい、あの安心していただいて構わないと思いますけどもね、あの城ヶ崎早苗さんの歌が大好きなんですって。あ、そうなんですか。あの流氷の手紙とかね、非常にね、なるほど、聞いてるそうです。ありがとうございます。じゃあもうとにかくあの、稲川淳二憎しなんだ、ね、勢いで取り抜けないように。城ヶ崎さんはいいけど稲川淳二さんは許せないと。いや、嫌なことやります。稲川さん、もうあの控え室で見ててくださいよ、控え室で。行きたいと、本当遠いと、もう行きたいですよ、気分的には。冗談じゃないですよ。稲川さんがね、座っている限り放送席の安泰は保証されません。はい、できたらどうぞあの控え室でご覧になってください。それあんまりですよ、それあんまりですよ、あーっと、またあの西脇光子が場外ですね。今あの、また目つぶしか何かが飛んでるみたいですね。あの口からですね、何かあの白い粉を、はいはい、目に吹きつけたんですね。赤い粉をね、はい、目つぶしに使ってるんですね。今日は白でしたね、はいはい、あ、とにかくですね、いろんなことをやっております。青コーナーであります。ドクモニと、あーっと、またまた口からね、白い粉を吹きまして、リアルと笑いました。ブル中野であります。ファイヤージェッツが今日はいい強敵になりました。そして首吊りが出ました。エプロンでの首吊りであります。エプロンでの首筋、また放送席に来るか。あーっと、堀田由美子捕まった。あ、こちら側では堀田由美子首筋だ。放送席の前でこれ見逃しであります。これ見逃しの首筋が展開されております。あーっと、堀田由美子やられました。今日はね、ファイヤージェッツ、あの弱り目に弱り目っていうんですか、対戦相手悪かったような感じですね。かなり凶暴ですね。凶暴ですよ。さあ、リング上では西脇光子をやられております。カウント2が入りました。ブル中の西脇光子を捕まえております。まあ、ジャガーにもね、最初の挨拶のところでちょっとね、聞いてみたんですけども、ファイヤージェッツ、大きな試練の壁にぶつかってますですね。こういうふうにしてみんな大きくなってますからね、はい、絶対本人たちしか乗り切れないことですからね、ーはーはー、頑張ってもらいたいなと思いますけどね。はい、今日はね、しかも相手が悪い、徹底的にブル中野、そしてダイナマイトジャックの前にもやられ放題という感じでやります。やり放題の青コーナー、ブル中野、そしてダイナマイトジャック。さあ、今度はどうするか、バイクドライバー強烈です。ブル中野、さあ、またカウントが入る、またカウントが入る。足が伸びました、足が伸びました。稲川さんもね、さすがにシーンと静まり返って声が出なくなっちゃいましたね。遠慮なく声出してくださいよ。私の前に見るわよ。ニュートラルコーナー、楽しそうに姿がありました。稲川さん、声を出そうにも出せません。さあ、ようやくファイヤージェッツ反撃に移ったんですが、そして堀田由美子が出ました。
2人攻撃、しかしこれはあっとテレビリーが許しません。ようやくファイヤージェッツ自分のペースに試合を持っていくことができるか。とまたの強烈なラリアート、ブルナカのラリアート炸裂、西脇美智子、あーそして体当たり、ダイナマイトジャック、ダイナマイトジャックの巨体の前に吹っ飛ばされております。細い西脇美智子、まだいった体当たりであります。あー重量攻撃に西脇の動きが止まりました。塩野さん、はい、あのね、相手がね、ジャックじゃなくてね、岩本と組んでくれたらね、もっとやりやすかったのになってこと言ってましたね。ファイヤージェッツが、あ、それはどうしてかな。あのやっぱり岩本の方がね、同期でもあるし、やりやすい分が大きいみたいですね。なるほどなるほど、とにかくこの2人じゃね、相手が大きすぎて何もできないす。ごい、ファイヤージェッツはとにかく体は大きいしベテランですね。この人は相当なあのキャリアを持ってますよ。さあ今度は上から行きました。それにいたしましても今日は完全に自分のペースで試合をやっております。青コーナー、ブルナカノ、そしてダイナマイトジャックでやります。ファイヤージェッツ今タッチが許されました。さあホッタインと出ました、ホッタのキックが入りました。なんとかやはりあの試合の主導権を握りたい、自分のペースに持っていきたいというファイヤージェッツでやります。さあ単攻撃どうするか。さあ2人で巨体を1回転でやります。おいで、しかしあの2人がかりで扱ってもなかなか自分が思うように扱えません。さあ2人フレンバスター、ホッタイミコ上からのしかかりましたがカウントはワンであります。大きな大きなダイナマイトジャック、ホッタイミコまだ捕まえている。さあ今度はどうするか、フレンバスターの体勢でお互いにフレンバスターだ、フレンバスターの掛け合いになるか。あっと負けておりませんが、ホッタイミコいった、フレンバスター入った、これはうまかった。上から行く、あーっとまたヌンチャックが出ました。ブルナカノのヌンチャックが出ました。せっかくのチャンスだったんですけども強化が出ました。さあ送電としておりますリングサイド、あーっとこれはバルンドロップホールドに行っている。レフリーがいない、レフリーがおりません。あーっとっとっと、レフリーがいませんでした。今のはちょっとあの早く危なかったですね。危なかったですね、あれもうカウント入れるからね、完全にもうスリーカウント行ってましたね、はい、これはあの助かりました。さあもう一回ロープに振って振る中のおっとホッタインコ行った、ホッタインコ思い切ってぶつかっていきました。そして西脇美智子が行く、どうするか、あーっと二人攻撃であります。連携プレーが出ました、ファイヤーデッツ。さあ今度はどうするか、また連携プレーが出るか、と西脇が捕まった、そして振る中野にホッタが捕まった、連携プレー2つに終わりました。回転1回転、そして西脇がトップロープに上がる。さあホッタインコは振る中野を捕まえてミサイルキック入りました。この辺りは綺麗に決まっております、ファイヤーデッツ。さあそしてホッタインコバックを取った、おーっとこれは大技であります。カウントはカウントが 2.5、 ジャーマンスープレックスゴールド、今のは惜しかった。あー惜しかったですね。今度はどうするか。さあもう1回行く、おっとちょっと逆に返されました、逆に返された、あっとカウントはスピードであります。いやー一瞬の地獄固め、今あの大技に行こうとして堀田選手がですね、フィッシャーマンスープレックスホールドに行こうと思いました。行こうとしたんでしょ。それを逆に、はい、あの首固めにね、切り返されてしまいましたね。あそうですか、はい、ねえ、いやこの辺りは見事でした。